マーサ21プレゼンツ心動く出会いを。この番組はマーサ21の提供でお送りします。皆さんの心動いたエピソードを伺いました。今月のテーマはバレンタイン。吉田美恵奈です。バレンタインの思い出は何ですか？パパとおじいじにチョコをあげています。今年はどんなチョコレートあげたいですか？ハートとか可愛い形を作りたいです。林ひとみです。バレンタインの思い出は何ですか？彼氏からチョコレートをいただいたことですかね。それはどんなチョコレートでしたか？もう記憶がないんですけど、なんだかケースにこう入ったなんかゴディバのチョコレートだったと思うんです。それが美味しかったと思うんです。勝者コウタです。バレンタインの思い出を教えてください。毎年バレンタインになると親にこういうのが欲しいとかっていうのを毎年親に言っています。今年は何が欲しいですか？今年は去年と同じようにクッキーが欲しいです。平野渉です。平野美奈です。平野直子です。バレンタインの思い出を教えてください。はい、この子が3歳の時に初めてもらったチョコが一番思い出に残ってます。次のバレンタインの予定を教えてください。次のバレンタインはママにチョコを送りたいです。じゃあ私はパパにあげます。素敵なエピソードありがとうございました。それでは今週のイチオシ、今回はマーサ21東館2階のタスイチです。イチオシはボディーバッグ。必要なものだけをスマートに持てるボディバッグです。シンプルなデザインはおしゃれの邪魔をせず、また本革の良さをストレートに伝えます。次回の収録テーマは新生活。皆さんの素敵なエピソードお待ちしています。この番組はマーサ21の提供でお送りしました。